阪神、勝ち切る。横浜阪神25回戦、阪神が横浜に3対1で勝利。阪神勝ったで、最終試合勝って終われたのは良かったな。シーズン最後の勝ったで、大竹11勝立派。大竹は勝ち運あるな。どんでん公式戦ラスト勝利をめ、やっぱりどんは風格あるわ。今日の収穫は中野にあんだ。しかしマイカはタイムリーエラーしたんが何だかな。 DeNA に勝ち越したのはいいことや。大山さんの先制点聞いたな。大山は後半戦いい感じや。テルちゃんよかったで。テルは打点稼いだな。横浜負けたじゃん。負けたでしょうね。無力すぎる。まあしゃあない。今日のポジ要素は堀岡か。堀岡よかったよね。期待できそう。長打のあれがなかったらな。まだ CS あるからな。阪神先発大竹5回無失点。大竹ええや。大竹すごいやん。変幻自在や。ゆる球でストライク取れるのがすごいわ大竹。阪神リリーフ富田1回1失点。富田はなんやかんや安定してる。富田がエラーから崩れなかったことを確認できた。富田はファームでもよかったからこのくらいやる。阪神石井セール。石井ちゃんクローザー確定。石井ちゃん初セーブ。石井ちゃん来年も活躍できるかな。横浜先発ケイ5回3失点。ケイはようやっとる。ケイはメンタルが弱点すぎる。ケイは最初から成長してないな。阪神打撃成績。大山先生2点タイムリー。うまいやん大山。大山さん A で。佐藤義比。テルちゃんナイス。テルちゃん70打点。ご視聴ありがとうございました。話